相変化メモリ、相変化メモリ、相変化メモリは相変化記録技術を利用した不揮発性メモリである。プクラムプラム PCM ピークミーオムシーラムとも呼ばれる。PCM はカルコゲナイドガラスの得意な性質を利用している。結晶症は低抵抗でアモルファス症は高抵抗であることを利用してデータの記録に利用する。 書き込みは素子への熱変化により行う。1世代前の PCM は通常、チンからなる熱源に電流を流し、急激に軽ルコゲいイドガラスを加熱、急冷することにより結晶症からアモルファスシに変化させ、再び一定時間結晶化温度に保つことで結晶症に戻すことができる。PCM はまた抵抗値が様々な中間状態で変化するため、 一セルに対して立ち情報を記録することができる。しかしながら抵抗変化での立ち記録は非常に難しく、フラッシュメモリなどの他の立ち技術においては用いられていない。最新の PCM 技術の本流は二つある。一つはゲズベットに代わるような実用材料を発見しようとする研究グループであり、一定の成功を収めている。もう一つはゲテ。 スペット超高子構造を用い、レーザーパルスによって、G 原子の肺状態を変化させることで熱を、用いない藍変化を実現しようとする研究グループである。この界面小変化メモリー、インターフィシャルフェーズ、チェンジメモリー、一クムは、多くの成功を収め、多くの精力的な研究が今でも続けられている。D-LAM との違いは、キャパシタ部分を相変化膜に、 置き換えだけであり、従来の製造プロセスと親和性が高く、技術的に共通点が多く、既存の設備を流用しやすい。1960年代、エネルギーコンバージョンディバイセス社のスタンフォード・アール・アブシンスキーは、初めてメモリとしての可能性を持つカルコゲナイドガラスの性質について研究した。1969年には、CH ズイーラは、 アイオワ州立大学にて、カルコゲナイドガラスとダイオードアレイを集積化することで、藍変化メモリとして利用できることを示す論文を出版した。1970年代に行われた研究によって、カルコゲナイドガラスでの PCM の起源は、電解有機での細線結晶成長が関わっているということが明らかにされた。1970年の9月、 インテル社の共同設立者であるゴードン・ムーアは PCM に関する記事をエレクトロニクスに投稿したが当時は品質や消費電力に問題があるとされ PCM 技術の実用化には至らなった。近年ではフラッシュメモリや D-RAM 技術が微細化の限界に達しつつある中で再び注目を浴び研究されるようになっている。 カルコゲナイドガラスの結晶症とアモルファス症は大きく、抵抗値が異なる。アモルファス症では非常に高抵抗で、結晶症では低抵抗であるため、これをレーと1に対応させることができる。カルコゲナイドは CD-RW や DVD-RW 等の書き換え可能な、光学メディアと同じ材料である。これらの材料ではこれまで電気抵抗変化よりも、 カルコゲナイドの反射率が変化するという光学的な特性が利用されてきた。おおよそすべての試作段階の PCEM は GST と呼ばれるゲルマニウム、アンチモン、テルルのカルコゲナイド合金が利用されている。GE、SB、手の組成比は2、2、5である。GST は摂取600度以上に熱せられると結晶性が失われる。一旦冷やされると アモルファスのガラス的な状態に転移し、電気抵抗が高くなる。カルコゲナイドを結晶点以上、ただし有点より低い温度に熱すると結晶状態に戻り、抵抗は低くなる。この合変化が起きるまでの結晶化時間は温度に依存する。加熱が足りなかったカルコゲナイド部分は結晶化するのにより、大きな時間を要し、そして加熱してしまった部分は溶けてしまうもしれない。 通常、100ナノセカンド程度の結晶化時間が用いられることが多い。これは、スイッチング時間が2ナノセカンド程度である D-RAM のような通常の不揮発性メモリよりも長い時間である。しかしながら、2006年の1月にサムスン電子は PCM のスイッチング時間が5ナノセカンドにも達することを示唆している。 インテル社や STM 社による先進的な研究成果によって、カルコゲナイドの愛状態をより細かく制御することができるようになり、一つのセルから四つの別々の状態に愛変化できるようになった。つまり、前述のアモルファスシと結晶症、それぞれに部分的に結晶化した層があるかないかの計4状態である。それぞれの四つの状態は異なる電気的特性を持ち、 電気的に読み出すことができるため、一つのセルに対して2ビットを有するメモリとなる。PCM のセルを選択するには、ダイオードやバイポーラ接合トランジスタバイポーラジャイクショントランジスター、BJT やモスフェット等を用いることができる。ダイオードや BJT を用いることで、十分な電流を流すことができる。しかしながら、ダイオードは高電圧を必要とすることや隣の、 セル間での規制電流が生じることから消費電力は高くなってしまう。カルコゲナイド部分の抵抗はダイオードの抵抗よりも高い必要があるためダイオードからの十分な純バイアス電流を確保するには必然的に動作電圧は 1V 以上でなければならない。また、大容量のメモリセルをダイオードで選択する際に特に問題になるのは選択していない。 セルの逆バイアスリーク電流である。一方、トランジスタによってセルを選択する際には、選択されたビットのみが逆バイアスリーク電流に寄与する。このリーク電流の大きさの違いは数桁にも達する。白膜形状のセレクタは高密度化に有利であり、メモリ層を垂直方向に積層することによって、セル面積を4回以下にすることが可能である。オオフが、 十分大きくない場合、アイソレーション特性はしばしばトランジスタを用いた場合には劣り、大容量での動作には不向きとなる。これまでカルコゲナイドタイプの式位置スイッチが高密度な PCM セルアレイとして用いられることが示されている。フラッシュメモリは MOS トランジスタのフローティングゲートに電子を出し入れすることによって情報を保持することができる。 フローティングゲート内に電子を注入することでトランジスタの式位置電圧をシフトすることができビットとして記録することができる。例えば式位置電圧が高い状態か低い状態かをビットの0と1に対応することができる。ビットの状態を変える際にはフローティングゲートに溜まった電荷を一旦排出する必要があり、これは 比較的高電圧をゲートに因果することによって行われる。この高電圧は出力までにやや時間のかかるチャージポンプ回路によって供給されている。したがって通常のフラッシュメモリの1ブロックの書き込み時間はおおよそ 100S 程度であり非常に遅い。例えば SRAM の1バイトの読み込み時間10ナノセカンドと比較するとこれは1万倍の遅さである。 一方、PCM は高速な書き込みが必要な場合にはフラッシュよりもずっと高い性能を示す。これはメモリの要素がより早くスイッチングし、またフラッシュメモリと異なり1ビットを書変える前に全てのブロックのデータを消す必要がないからである。PCM は通常のハードディスクの数千倍高速であるので、現在メモリアクセス時間によって性能が制限。 されている不揮発メモリの役割を興味深いものに変えるかもしれない。I 変化メモリ、PCM のスイッチング時間とそのスケーラビリティは非常に魅力的である。最も顕著な欠点は PCM が温度変化の影響を受けやすいことである。実際に大量生産ラインに組み込む際には生産プロセスを改良する必要があるだろう。フラッシュメモリは 書き込みのために高電圧を因果することで酸化膜の劣化を引き起こす。書き込み電圧はスケーリングに伴って小さくならないためセルサイズが小さくなるにつれ書き込みの際のダメージは大きくなる。そのため大抵のフラッシュデバイスは現在1セクターあたり5000回程度の書き換えしかできず多くのフラッシュデバイスはコントローラ側でウェアレベリング技術を用いて寿命を伸ばしている。 PCM もまた使用のたびに劣化していくが、フラッシュとは異なる原因で劣化し、そしてフラッシュと比べて劣化のスピードは遅い。PCM は100万回の書き込みにも耐えうるとされている。ただし、PCM の寿命は書き込み時の GST の熱膨張による劣化、金属やその他の元素の拡散等によって制限されてしまう。フラッシュメモリは、 ボード上にハンダ付けする前にプログラムを書き込むことができるが PCM はハンダ付けをしてボードに取り付ける際の高音によってデータが消えてしまう。これは近年の環境に配慮した鉛フリーハンダ、誘拐に高音が必要を推奨していく動きとは相入れないものである。したがって PCM を用いるデバイスはハンダ付けの後に デバイス自身が書き込みを行えるようなシステムを取らなければならない。フラッシュメモリで用いられるフローティングゲートは時間とともにリークしてしまい故障やデータ破損を引き起こす。フローティングゲートに注入する電子の数を精密に制御することでフラッシュメモリは立ち情報を一つのセルに記録することができる。実際、それによってメモリの密度を2倍にしコストを下げている。 一方 PCM ではメモリの抵抗要素は比較的安定である。摂取85度の動作温度で300年間データ保持が可能であるとされている。PCM は基本的には1セルに1ビットしか記録できないが、近年インテル社はこの問題を解決しつつある。フラッシュメモリはデータ記憶の際に電子をトラップしているため放射線によってデータが破壊されやすく、 それゆえに、航空宇宙機や、軍事的な用途としては用いられない。その点、PCM は放射線に対して耐性がある。PCM の問題点は、書き込み電流密度が大きいことである、10A、C 平方メートル。I 変化が起きる高温部分とそれに接する、絶縁体との間のコンタクトもまた大きな問題である。この絶縁体は、 高い温度ではリークしてしまう可能性や、相変化物質とは異なる割合で膨張すると密着性が悪くなるという懸念がある。PCM は書き込み時の冷点種が大きいことと、高い消費電力によりこれまで実用は困難であったが、近年ではこの問題を解決するための多くの技術が提案されている。相変化メモリは書き込み時に急速に相変化させたい。 大気状態では、相変化させたくないというトレードオフが存在する。これは主に相変化が、電気的でなく、熱的に起こるものだからである。結晶化温度は、常温と近すぎてはならない。近すぎると、データを長い間保持することはできないからである。結晶化に至るまでに適当な活性化エネルギーがあれば、書き込み時のみに急速に結晶化し、 通常動作ではほとんど結晶化が進まないような動作も可能である。おそらく PCM の最も大きな困難の一つは長期での抵抗変化と式一致電圧のドリフトであろう。アモルファス症の抵抗は時間に対してべき上速に従ってゆっくりと増大していく。これは立ち化動作に非常に大きな影響を与え式一致電圧が設計値よりも増大した場合。 基本的な日動作でさえも動作が不安定になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。